ヨハネス18世はローマ教皇。ローマの聖職者、レオの子としてラパニャーノにて生まれる。本名はジョバンニ・ファサーノ。ラテン語名はヨハネス・ファサヌス。伝承によれば、教皇在任中はずっとローマを支配する一門であるクレスケンティウス一族の資料にしてパトリキウスであるヨハネス・クレスケンティウス三世に従属させられていた。この期間はまた、 後に神聖ローマ皇帝となるハイン・リヒ2世と自称イタリア王のアルデイーノ・ディブレイアとの間に生じた衝突によって混乱していた時期でもあった。またローマはペスト下に見舞われサラ先人らがティレニア海沿岸を略奪した。教皇としてヨハネス18世は細かな教会組織の管理に先進した。またスラブ人への布教活動の前線として バイエルンの都市バンベルクに司教座を制定した。バンベルク司教座は皇帝ハインリヒ2世にとっても重要なものであった。そしてフルーリー修道院長とサンス司教オルレアン司教の異いの裁定も行った。最終的にヨハネス18世は退位して後ローマの修道院に入り、そこですぐに死去した。教皇、ヨハネスの番号について、 ヨハネス16世が対立教皇であるため、正確にはヨハネス18世は17番目の教皇ヨハネスである。しかし当時ヨハネス16世を正当な教皇とみなしていたため、16番目の教皇ヨハネスはヨハネス17世と称し、ヨハネス18世もこれに続いた。また、14世と15世の間にもう一人の教皇ヨハネスがいたという説があり、 その伝説の教皇を16世とすることがあったことから一部の歴史学者はこのヨハネス18世をヨハネス19世ないしヨハネス18世と呼称することがある。ありがとうございます。